皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。まあ、今回なんですけれども、初級試験の、ね、結果ですね、お知らせ出ましたので、ちょっと見ていきたいなと、思うんですけれども、はい、一応今回第12回初級試験、私は185位ということで、まあ思ったより順位が、上の方に行けたんで、まあ良かったかなと、まあ思ってます。で、集会はですね、連勝回数は445となってますけれども、集会の方は500ちょっとですかね、500多分10いってるかいってないかぐらい、の、集会回数です。まあそもそも今回はちょっとパスかなと、まあ自分自身、いろいろあって、パスかなと思ってたんですけど、まあ思いのほか、時間が作れたので、まあだいぶ上にはいけたかなという感じですね。まあですね、まあフレンドの方ですね、まあちょっと動画でコメントいただいたんですけれども、まあ100以内に入った方も中にはいらっしゃいますんで、本当にお疲れ様でしたと、はい、思います。はい。でですね、当初はこの後ガチャを引いてみたいなと思っておったんですけども、こちらですよね、今来てるやつですね。ただこれ見てもらったら分かると思うんですけど、もうすでに10連1回引いております。というのもですね、まあ自分はガチャは基本的には動画でお知らせさせてもらってるんですけども、もうこちらの友情ガチャを、まあキラビーがね、まあ多分僕3000回ぐらい引いてるんですけども、まだ3枚しか出てないんですよ僕。まあ、よほどちょっとね、引きが悪い状況が続いてるのかどうかわかんないですけど、まだ3枚なんでちょっとガンガン引いてたんですけど、僕整理した後にもう一回この友情ガチャを引くつもりがあれや、よくあれですよね、こちらの10連引いてしまったってやつなんですね。はい。そしてですね、まあ自分の動画ガチャですね、見ていただいてる方はね、よくご存知の通りなんですけど、はい、ピックアップすらほぼ出てないような内容がずっと続いてまして、まあ爆死続きだったんですけど、まああのあれですよ、あれは出てないです、出てないんですけど、ピックアップキャラが出ました、こちらですね。はい。まあそうですね、使うかどうかは分かんないんですけど、まあ、これがそもそも強いかどうかまでちょっとね、あまり見てなかったんで、ちょっと分かんないんですけど、まあ、知ってる方いらっしゃったら教えていただければありがたいと思います。まあ最終11枚目サスケが来まして、ふすま相手からの、なるとでした。まあワンチャン引いたかなと思ったんですけど、やっぱりこっちの超人材限定キャラが出たかなというような感じでした。でですね、まあ本当はね動画で出したかったんですけども、もう今回はこれ、はい、こっちのナルトですね、もういただきに行こうかなと思ってます。で、まあ見たらですね、まあちょっと特殊な感じで、そうですね、スキル1かもしくは2を打てば、殴りが、ものすごいダメージがおそらく出るという感じなんですね。ステータス、まあ見ると攻撃力が、まあバカみたいな数字になってるんですけども、まあ、そうですね。まあスキルで、ダメージ与えるというよりも、バフをかけてからの、殴ると。まあ殴るとみたいな感じなんですけども、っていうような感じのキャラが、実装されてます。まああとのピックアップは、まあ持ってるものもあれば、持ってないものもあるんですけども、まあこの綱では、まあ持ってないですね。ジライヤ、持ってます。ガーラも持ってないですね、これは。その下2つ、サスケと、サクラも一応持っております。まあ、セニナルトも、一応持ってるんですけど、上から2つ目のやつが、まあ、じゃないな。一番上のやつか。が当たったような、形になってます。はい。ではもう、行っていきたいと思いますんで、はい。まあ、この10連で引ければ、まあ、よしなんですけど、まあ、なかなかそうは言ってくれないでしょうね。はい、1枚目。2枚目。3枚目。4枚目。5枚目。6枚目。星5すら。
捨ててくれないんですけれどもはい、8枚目、はい、9枚目、10枚目、ラストですね。はい、ないですね、これは。まあ、というわけで、はい、ここまで来たらもうね、引くしかまあないんで、一択ですよね。はい、最後引いていきたいと思います。まあ、これでどんな感じのなんかっていうのをまたね、育ててやってみたいなと思ってますんで。はい、今もう来るのかな。やってやるってばよ。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、3枚目、4枚目、5枚目、はい、6枚目。まあもうあとはいいですね。はい、というわけで、こちらになると、まあ、とりあえずゲットしたということで、まあ、うん、育成して、任務でね、使って、今度は見たいと思います。はい、というわけで、ちょっと、うん、やってしまったんですけど、もうちょっとね、石もね、結構溜めてたんですけど、だいぶ減ったんで、まあ、ただ、あれですよね、まあ、22の日、22日に、まあ、石もらえるのと、まあ、ジライアの、任務で、どうやら40個ももらえるみたいなので、まあ計60個ですね。また100個超えるような計算には一応なってくるので、まあ最近、そうですね。最近でもないかな。まあ石結構配ってくれるんで、まあありがたい限りなんですけど。まあちょっとガチャ次第ですけども。まあこの扉門に関してはもうちょっと引かないですね。これは。まあ強いかと思うんですけど、一見ね、やっぱり強そうに僕も見えて引こうかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりよく見ると、まあ、スキル値の下の方ですよね。起爆状態によるダメージは、では、HP が0にはならないということで、これ止めさせないんですよね。こいつらなんぼ頑張っても、相手は倒れてくれない。まあ、あと一発殴るなり、スキル打つなり、しないと、倒せないような。まあ皆さんもご存知かもしれませんけど、まあ、というところで、やめとこうというような感じに、至ってます。はい、まあでも結構強いんで、まあ引ける、絶対当たるのならばもちろん引くんですけど、まあそうは、言えないんで、まあ僕の場合はもう特にね、無駄に50個、使ってしまう可能性もあるんで、はい、これはパスしようかなと思っております。はい、というわけで、はい、あとですね、フレンドさんですね、枠が、2つほど実は空いておりまして、はい、2つ空いてますんで、こっちじゃないな、これか、はい、こちらコード出しておきますんで、今もしよろしければ、フレンド申請していただければと思います。まあ、フレンド申請していただいた方ですね、この動画のメッセージ、コメント欄ですかね。ナルコレのコードネーム、コード名と、入れていただいて、申請しましたということで、お知らせいただければ、申し訳ないですけど、先着といいますか、まあ、2名しかちょっと、あとは空きがないので、順番になってしまうんですけど、もし、応募があれば、はい、ぜひ、承認させていただきたいと思いますので、ただちょっとね、コメントだけ、いただければ、はい、ありがたいなと思います。どなたか、っていうのがわからないので、もちろん自分の動画見ていただいている方、これ、優先して、承認させていただきたいっていうところがありますんで、はい、コメントない場合は申し訳ないですけど、ちょっと、承認もちょっとできないような感じでいきたいと思います。というわけで、今回の動画は、ここで締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。